どうも、東北キリタンです。シティーズスカイラインズで渋滞のない街を作っていくということでやってるんですけどね。大きな街になってきたね。人口5万人超えたけど目標は30万人なので、まだまだ。ふむ、結構開発してるけどいけるんかな。わかんないけど、とりあえず渋滞はないのでね。おう、赤くなってるところが渋滞してるんだけど。ちょっと渋滞してる。そうだね、このくらいは大丈夫だけど、貨物駅からの輸送で交通量多くなってるみたい。ふむ、まあ大丈夫だけど、ひどくなるようなら一方通行とかやって対策する。そっか。こういう感じで5万人規模でもほとんど渋滞のない秘訣はこちら、町同士を道路で繋がずに歩道だけで行き来させてます。いっぱい歩いてるね。徒歩移動することで渋滞しない街を作ってます。ただの歩道ちゃうけどな。そう、行き来できる唯一の歩道をパークにすることでかなりの入場収入を得ているわけですね。名前の通りぼったくりや。ま、そんなわけで都市開発やっていきましょう。おう。まずはここの渋滞というほどじゃないけど一応対策。ふむ、まあこれは一方通行にすれば大丈夫かな。ほう、大きい道路で作ってたからアップグレードするだけで OK。 おう、最初から想定してたの？路面電車にすることも考えたけど、この距離でいらないだろうし、こっちにする。そっか。一方通行にして信号を取り外せば。ふむふむ、どうかな。スムーズに流れ始めたね。そうやな。おう、よし、とりあえず OK。 そろそろ全体図を作りたいので今回はどんどん進めるね。おう、エリア拡張にはもっと都市を発展させないとダメか。次のメトロポリスが人口5万5000、その次のメガロポリスが6万5000人。あれ、こんな少なかった？メガロポリスが最大だよね。うん、マップによって違うみたいだね。ここは海とか多いから人口少なくてもいいみたい。へえ。人口は増えてるから5万5000人になるのを待ちながら整地していこう。あ、その奥もやるんや。うん、全体のイメージは一応ある。そっか、このくらいでいいか。結構削ったんだね。うん、まだまだ行くよ。お金はいっぱいある。ぼったくってるからな。あはは、笑ってんな。こっちの川も一気に移動しちゃおう。ふむ、この辺から端っこを通す。大工事やな。水関係は慎重に行かないと洪水起きちゃうんだけど。前に起こしたな。水の流れをちゃんと見ながらやらないとね。ふむ、これで水の通り道はできた。お、うん、流れを考えて、もういいや、一気に行こう。結局適当か。でも意外と大丈夫かも。ほんとだ、水の流れもスムーズにいってるみたい。うまくいったんやね。完全に計算通り。嘘つけ。まあそんな感じでどんどん川だった場所を埋め立てて。ふむ、結構整地進んだ。ほう、こっちもやっておくか。海あるからここも慎重に。ふん、やりすぎると津波起きちゃう。え、それやばいやん。埋め立て中に津波来ることが多くて偶然ならいいけど。おう、お、5万5000人になった。おう、早速拡張して。OK、 どんどん埋め立てじゃい。ふむ、はい、そういうわけで大体の全体図が完成。おう、すごいね。また随分飛ばしたな。作業的にやったからもういいやってカットしちゃった。そうか。ちなみに5年くらい飛ばしてるよ。5年、長いような。5年でここまで拡張はすごいような。ようわからんな。区画はこんな感じ。ふむふむ、そして渋滞の方は、はい、こんな感じでほとんど起きてないね。おう、これはすごいんやない？すごい、さすがキリタン。人口9万7000人、約10万人規模でほぼ渋滞なし。やるやん。どや、まあ今回は存分にどやってええよ。どや、どやどや、どどどど、どや、どやりんこ、ど、もうええわ。はい。まあそういうわけで、全体図が大体できたわけですが、目標は30万人なので、ここからが本番だね。そうやな、あと3倍、いけそうかな。頑張るよ。おう、頑張れ。全体を囲む外周にも交通機関作っておいたよ。ほう、モノレールか。スピード速くて結構いいみたい。へえ。道路も使えるしね。ふむ、まあこんな感じで内周を路面電車、外周をモノレールにしてる。利用者かなり多いね。だね。ちなみに乗るためにはもちろんパークに入らないとダメ。ここもか、抜かりはないね。結構歩いてるね。おう、
水路にフェリー通そうかなと思ってるけど、それはまだやってない。ふむ、今のところ景観だけのものだね。いや、景観は最悪やけどな。貨物港は作ってる。うわ、汚水で役に立つね。せやな。まあそういうわけで、まだまだ開発やっていきますよ。はいよ。汚水のままでも問題ないんだけど。問題あるやろ。問題あるやろなんて声が聞こえてきそうなので。言った、今言った。まあこんな感じで汚染がまずいのでね。うわぁ、景観的にも良くないだろうし、どうにかしていきます。ふむ。ちなみにこれは地下、あまり高くないね。パークエリアを全体にしてるから。入場料のためにな。公園効果がほぼないことも影響してたり。ふむ。汚水問題と地下同時に解決する方法が、このエデンプロジェクト。ほう。これを建てると汚水がなくなるという施設だね。これがそうなんだ。でも選択できないね。ここに書いてあるユニーク施設を建てることでアンロックできるので。なるほど。それぞれ建てていきましょう。まあこの辺に適当に。適当やな。アンロックしたら壊すしね。あ、そうなんや。観光客増えたり効果はあるみたいだけど、まあいらない。そう。オッケー、これでエデンプロジェクト解放された。おう、早速建ててみる。ちなみに今の地下の状態、うん、一気に上がる瞬間をね。ふん。建設。おう。これで汚水がなくなって都市全体の地下が上がるはず。ほう。あ、来た。お、何これすごい。地下が一気に上がったね。そうなんだ。これで建物のレベルが上がったりして人口が増えやすくなる。へ、すごい施設やな。メガロポリス達成後に作れる特別なやつだからね。へえ。で、汚水の方は変わってへんな。今ある分は仕方ないけど、これから出る分は汚染のない水になってるので。ふむ。この辺少し綺麗な水になってるね。ほんとだ。全体が浄化されるまでには結構時間かかりそうだね。そうやな。他にも便利なのあるのでどんどん作っていくね。ふむ。まずはこれ、核融合発電所。ほう、未来の技術だね。もうすでに2043年だからあるかな。お、もうこんなに進んでるんだね。開始から23年、結構進んだ。ふむ。建設費100万、維持費8000と高いけど。高。維持費はソーラーチムニー4台より安くて、発電量は桁違い。すごい発電量だね。だね。これだけで全体賄える量。ほう。そういうわけでこれを建てちゃう。ふむ。さっきのようにこの辺に適当に建ててアンロック。おう。オッケー。適当にこの辺で。適当やな。これでもう電力問題はなくなった。ふむ、すごい発電量だね。早速他の発電所壊しておこう。他にもいろいろあるんだけど、あとは軌道エレベーターかな。ほう。観光客とか移民が宇宙からやってくる。それはすごいな。これも適当にアンロック。お、おう。これで軌道エレベーター作れるようになったので。おう。どこがいいかな。この辺に遊園地施設作ってるので。あ、一応あるんや。利用者もそれなりにいる。ほんとだ。ここに来れるように近くに建てるかな。ふむ。この辺りで。なんでわざわざこっち。そうした方が入場料取れるでしょ。ああ、そういう。これが軌道エレベーター。大きな建物だね。本来宇宙までつながってるやつだからね。そうなんだ。それでここから旅行者とか移住者がやってくる。ふむ。今までこの町に入るためには電車だけだったからね。そうか。あ、少し降りてきたかも。おう。まだ少ないけど。ふむ。早速歩道を歩いて。お、こっちの遊園地とか他の区画に移動していくわけだね。入場料払わされてな。あはは、ひどいやっちゃ。うん、どんどん来てる。結構な数だね。うん、いい感じ。これでどんどん人口も増えていくことでしょう。公園とかなくて市民の不満がたまりそうなので。あ、この町公園もないんや。ある意味全体が公園だけど。恩恵のないパークな。私にはあるけど。やかましいわ。まあそういうわけで、それを解決するための施設を。ほう。それがこのチャートウィック校の城。ふん。都市全体に公園効果をもたらすすごい施設。またすごい施設が。このアンロックのためのユニーク施設もいい効果持ってるので、これらはちゃんと建てる。あ、それは壊さないんだ。うん。このシティアーチは観光客アップ効果。お、なんかええな。おう。重要な道路でもないけど。そこは適当やな。
続いて時計塔、列車のスピードを増やす効果。ほ、かっこいいね。貨物列車にも効果あるかわからないけど一応。ふむ。オールドマーケットストリート、商業区域からの税収アップ。お城みたいな感じだね。そうやね、ええ雰囲気。海岸要塞、客船、飛行機の観光客を増やす。ほんまに城やな。汚水の上でこの町を守る要塞だね。おう。展望タワー、公園とかの有効範囲を増やす。高い塔だね。軌道エレベーターより高いんやない？だね。なかなかいい観光名所になる。コロッサラスの巨像、旅行者の滞在期間を増やす。ほ、でかいな。逆光で見えにくいけど。ふむ。後ろ姿かっこいい感じ。おう。そういうわけで解除したので、チャープウィック校の城を。ふむ。今公園効果真っ赤なのがどうなるか。おう、どんどん青くなってる。すごいな。都市全体に災害効果。ほう。これで公園いらないほど娯楽が行き渡ったで。公園一つもないのもどうかと思うけど。そういう仕様なんで、ね。おう。ある程度汚水が減ってきたけど。ほんとだ、綺麗になってる。流れ的に外側のが綺麗になっていかないから、少し調整して汚水を流してしまおう。ほう。中央の水路を高く上げて。ここ海面より高い場所なんやね。下水の流れで川を作って水路にしてる。へえ、そんなんできるんやね。とや、別にとやらんでええ。で、こっちの水路を開放すれば、溜まってる方の汚水を外に出してるんだね。そんな感じ。中央の水量少なくなったけど、どうにか貨物船も登れてるみたい。坂道登るとか、すごい推進力やな。すごいね。ん？まだまだ汚水多いな。そうやな。どのくらい効果あるかわかんないけど、これ置いてみるか。冬も未回収、汚水きれいにするん。うん、多分。ほう。これを角に設置して、様子を見よう。ふむ。人口もどんどん増えて、11万人以上。ほう。順調だね。高層ビルも増えてきてる。だね。景観もいい感じになってきた。そうやな。交通機関も順調に稼働してるみたいで。ふむ。モノレール利用者すごいな。大人気。おう。距離長い分効率がいいのかな。なるほど。どんどん歩いてきてる。長い距離歩くのは変わらへんけど人気やな。歩くの大好きなんだね。せやな。軌道エレベーターも結構な人数利用してるね。ほう。そうそう、中央の外周のあたり、観光特化にしてたけど、オーガニック商業区に変更した。ふん。商品の半分を自家生産するから、商品不足が解消できる。ずっと商品不足だったから、こっちに変更しちゃった。そうか。ん？あとは、港を作って観光客入れるか。ふむ。この辺に、ルートに接続できないか。ルート？航路があって、そこにたどり着けるように設置しないとなんだけど。ふむふむ。ちょっと無理か。ダメなんか、そっちの貨物港は作れてるのに。よくわからないけど無理みたい。仕方ないので、外側に作るか。都市の境界ギリギリだね。ここの高さ調整してどうにか。ふむ。ギリギリの場所だから、ちょっと調整難しい。でもどうにか。どうした？これ津波来てる。うわ、ほんまや。あらら、海岸埋め立てたりしたから。どうだろう。とにかく結構な量だね。大丈夫か？あ、この水路で受け止めてるかも。ほう。むしろ綺麗な水が入ってきてちょうどいい。言うてる場合か。この辺は大丈夫だね。水路いいね。そうだね。うわ、ここ氾濫しそう。すごい水量やな。川小さくしたから、こういう時にまずいね。水来てるで。でもこのくらいなら。水路でなんとかなりそう。多分。さっきフェリー作ろうとしてた場所も、かなり水来てる。おう。まあでもなんとかなりそうだね。そっか。次の津波来そうだけど、高さ的に大丈夫そう。ふむ。水路があったおかげで助かった。そっか。まあ、この先水路の外にも、町作る予定だから、その時は被害受けそうかな。そうか。その後、
どうにか港を完成させて。お、かなり高い場所だね。ちょっと乗り降り厳しそうだけど、まあいいや。おう。そんな感じで、人口12万人に成長。おう。この規模でも渋滞はなし。ふむ。ちょっと赤くなってるところあるけど。交通量が多いくらいで、渋滞してるわけじゃないみたい。なるほど。ここはちょっと渋滞してるか。あらら。貨物駅の場所が良くなかったみたいなので、移動したりすればなんとか。そっか。汚水もなくなって綺麗になったし。ほう、やるやん。津波で綺麗になったね。そうか。目標は30万人なので、まだまだですが、なんとかやってみたいと思います。おう、頑張れ。うん、そういう感じで、全景を見つつお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれたら、高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってます。何でも気軽にどうぞ。そんな感じでよろしくお願いします。また見に来てくださいね。